パドレス、シルト監督大谷翔平選手への対策は？監督教えないよ。彼を歩かせるという考えもあるだろうが、その後に MVP 二人が揃っている。ムーキーは、右も左も得意だし。やはり数字にも出ているから、彼と左投手を対戦させるのを私は好むね。うちはいい左投手を揃えていて自信を持っている。勝負を避けるのは好きではないが、そこは特別な選手だしシチュエーションを配慮する。ただ、彼との対戦には自信を持っているよ。なんかドジャースはパドレス倒せればあっさり WS 制覇しそう。な、リーグ西地区優勝決まってからドジャカス。俺たちには大谷がいる、首脳陣。俺たちには大谷がいる、チームメイト。俺たちには大谷がいる。投手がボロカスすぎて大谷に現実逃避するしかないからしゃあない。どっちが勝ち進むことになっても、楽しみにしとるで。MLB ばっか見てたらプロ野球長すぎて見れなくなった。大谷は心配してないけど山本頼むで。ドジャース今年は厳しいとは思うけど、大谷が初のポストシーズンでどこまでやるのかは楽しみだわ。やっぱりポストシーズン出る球団にはレギュラーシーズン MVP はいてほしいというかそうなるのが自然よな。エンゼルスがおかしかったな。ワイは2018からずっと追ってて毎年この時期は来年こそって思ってたからマジで感慨深い。普通にドジャースパドレスに負け越してる試合だ。相手試合感にぶってるし負けそう。パドレスはローテ支えてきた先発 P が一人怪我で離脱したのがどう出るかな。パドレスは中継ぎが大爆発しそうなんだよな。まあもっとも予想がつきやすいのはドジャース投手陣炎上だけどこういう時こそ抑えてくれると信じとるわ。正直勝てる未来はなかなか浮かんでこんわ。最近も大谷でなんとか勝ってた感じだから良くも悪くも大谷次第だろうな。ドジャースはブルペンは安定してきてる。あとは先発次第だがガチャだからな。短期決戦は何が起こるか全く予想できんからな。シーズン無双してた P が炎上したり全然打たない奴がもう打賞とか